エンハンスアーマメント、闇の炎。はい、どうも、最近、ウォーターサーバーの水持て余して困ってる男、カイドでーす。基本的にペットボトルの方が持ち運びできるから便利なのよ。わざわざ買った意味。ということで今回は国民的アニメキャラの殿堂入りボケてに突っ込みしてみた神回総集編でーす。今新作の動画作ってて、いつものごとく少々お待ちください。この動画が一瞬でもいいなと感じたら高評価の方だけよろしくお願いいたします。それではどうぞ。君の今度のテストはあまりにもひどかった。実は母が病気で。何？お母さんが夜も寝ないで看病したので、つい勉強が。それはいかん。ノビ、廊下に立っとれ。いや、とばっちりが過ぎる。スネオの保護者よりも先に追っとる。そしてこの顔のノビタ。猛烈な匂いで突然目覚めたんだ。手遅れだったかな。いや、お前もかい。どんだけ飲んでたのよ。親顔で言うことじゃないだろう。相変わらず食いしん坊ですね。君は、またおデブになっちゃうよ。いいじゃんか。好きなんだからよ。あははは。元太くん、ほっぺに。生産狩りついてるよ。危ねえな。もっと驚いていいとこ。殺し屋に命でも狙われてる？どこでそれつけてきた？どこへ行こうとしているのかな？亡くなったばあさんのところです。教官を道連れスタイル。教習中にやることじゃねえ。多分アクセルが戻らなくなる5秒前。死にたくない。ふざけるな。やめろ。死にたくない。セーブ忘れてボス戦に突入。自業自得だけどあるある。そしてこういう時に限って死ぬよね。キロバイト、メガバイト、ギガバイト、テラバイト、正社員。バイトってそっちかい。長く険しい道のりだな。派遣社員と契約社員が抜けてますよ。おばあさんが洗濯をしていると小粋なジャズが流れてきた。突然オシャレな雰囲気になったな。ピスタチオの小皿も流れてきそう。怖い夢を見たのね。かわいそうに。おお、よしよし。こんなところから人が出るわけないだろう。あはははははは。キャッハ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 ッ。いや、鬼ほどつぼっとる。最後の方マリオになってますやん。お父さんの笑い方が一番怖いわ。じゃあ暗い。人々を自宅に誘い、料理の腕を見せる能力を持つ。残ったメンチカツどうする？謎に問いかけてくるな。幻のポケモンなのにすごい家庭的。鬼殺隊の柱の一人、嫌われているらしいな。富岡義勇やないかい。炭治郎もうすうす気づいてたやつ。新一と味覚がそっくりだね。新一の声に似てるね。何のやつ。ただいま、留守にしております。雇用権の。新一と同じマイナンバーね。いや、もう気づいとるやん。徹底的証拠出てもうとる。マイナンバーを覚えてるあたりがやばい。ノストラダムスが予言した、どうでもいい予言とは。こりゃ明日は筋肉痛だ。運動不足だからだよ。これは予言ではなく経験だね。心底どうでもいいです。自由研究？もちろんやったよ。やっぱりね。自由研究？わお、嫌な言葉を思い出させてくれた。まだやってないの？自由研究？ジャイアンの解剖？いや、お前のせいだったのかよ。おそらく出来すぎと共犯だろうな。ジャイアンはもう自由研究しなくてよくなったね。ジンはあれから1日500本のタバコをかかしたことはない。逆にこの人の肺見たいわ。やらなきゃ絶対もっとすごかった。ヘビースモーカーとかいう話じゃねえな。おじさん、これちょうだい。おじちゃん、これ。おお、大当たりだね。あなたが父親。シンプル怖いわ。世にも奇妙な物語でありそう。国語の先生が数学を教えるとどうなる？一周2キロの湖を兄と弟が反対方向に走り出し、天秤で合流した時の母の気持ちを答えなさい。こっから母親出てきた？いつの間にか問題用紙合併しとる。結局のところ国語に戻るんですね。ウイキング、魚ポケモン、力もスピードもほとんどダメ。世界で一番弱くて、なんか俺みたいだ。元気出せよ。何？今の悲鳴。どうせ誰かが、死体でも見つけたんだろう。気にすることはねえよ。いや、お前のせいじゃねえか。ここは気にしてやれ。たまには万引き犯とか捕まえたいの。静か。ふむ。敵の位置は音から察するに半径40メートル。数は大体60人程度と見たわ。のび太を見捨てれば生き残れる算段ね。のび太。ふむ。敵の位置は音から察するに左1メートル以内。数は大体一人と見た。静か、一人だけ入っとる。何の音から察したんだ。出入り口にロックをかけてアッターを閉めろ。ノー残業デーだ。退社してもらおうか。退社したいなら封鎖すな。これいいやつらだったのにね。労働基準監督署が強すぎる。鯉のぼりも買ってもらえない子は哀れだよな。鯉のぼりみたいな髪型のやつが何言ってんだよ。メンタルクラッシャー伸びた。てか泣きながら哀れむな。マジかよ、俺焼き鳥かと思ってたわ。夢をぶっ壊してください。カレーパンマンは。ふぅ、すっきりしたと言いながらカレーを持ってきました。夢の破壊神カレーパンマン。これは確信犯で行われとる。文字通りのクソ野郎だな。それぞれ武器は持った？スモールライト、ショックガン、とりあえず生。異世界居酒屋のノブちゃん、それマイジョッキかよ。
うわぁ、貴様角の拓造じゃねえよ。まだ何も言ってねえ。こんなところにも近藤春菜出演してたのか。これ気象庁の記者会見に出てくる企画さんですよ。鬼滅の刃、魚市場編の内容を教えてください。貝柱、めちゃくちゃヌメヌメしてそう。そして海の呼吸、三枚おろしとか出してきそう。結婚式、のび太のくせに幸せになってくれよ。おめでとうジャイコさん。そこで相手を間違えた。ドラえもんが来なかった世界線か。そりゃ出来すぎの方がいいよな。全米ナンバーワンヒット、イット超え、音を立てたら特使レオパレス。どんなホラー映画だよ。実際にあった話多そうだな。これ確かスカシッペですら丸聞こえで即死らしいよ。まさかまさかやってないとは。いや、やってきましたよ。来なさい。なんだ、ちゃんとやってあるではないか。廊下に座っていいぞ。あんま変わってないじゃん。授業は受けさせてもらえないんだね。廊下がホームグラウンドになっとる。笠江、加藤みどり、タラオ、さすが高子、初尾、富永ミーナ、船、寺内よりえ、ワカメ、津村誠、マスオ、インティライミ。そんだけ声優じゃない。違和感はないけども。ちなみにインティライミの意味は太陽の祭りです。藤屋の幼稚園絵本。アンパンマンを実写化したが、クリームパンダが怖すぎて企画がパー。子供大泣きパヒー。どっちかというと5本指ソックスマンかな。あとちなみにクリームパンダな。あの有名なタイトルや名言にムカつくをつけて台無しにしてください。AC ジャパンはこのムカつく活動を支援しています。しなくてよろしい。ツンデレかよ。お前なんかがヘラヘラ笑ってへし折っていい旗じゃないんだぞ。さあこちら、ワンピースのルフィが海賊旗は命を誓う旗だから冗談で立っているわけじゃないというセリフの場面なんですが、お子様ランチの旗折られた。いやそれは怒りすぎや。おそらく単価50円くらいなんよ。実際に怒りそうではあるけど。引き出しから出てくるなんて意味が悪い。いやあ、大きなタコだね。僕にもちょっと持たせて。さあ、早くやりな。まだジャイアンのキャラが定まってないうちに。スネオ未来新説。なぜか連載当初って分かってやがる。この頃のジャイアンめっちゃ優しそう。そうか、俺たち。4日も Wi-Fi なしで動画視聴してたのか。いや、それはおそらくギガブレイク。しかもシェアパックならさらに届く。普段どんなプラン契約してんの？どうなってんだ。歩けば歩くほど変なとこへ来るぞ。いやだ。もしもし、こんな子を見ませんでしたか？あそこのどら焼き屋さん、美味しいわよ。どうも、ありがとう。もう、こいつが真犯人だな。この女がスタンド使いか。てか、のび太の絵、上手すぎだろ。学校も行かないで、何してるの？うっせえ、ババア。普段見落としがちな、サッシの掃除してんだよ。いや、学校に行けよ。美意識高めの方向性。顔が典型的な不良漫画に出てくるやつ。あははは、あなたの目には、どう映りますか？視力検査で間違えるたびに煽ってくる。うん、検査員チェンジで。いちいち検査が進まねえ。剣をこいつに投げつけたい。ホラといえば、孫悟空、野原慎之介、空城丈太郎。てめえのつけば。金では払えねえぜ。あれ、殴りながら自分呼んでたのね。ふふ、愛するがゆえに、見守る愛もある。育児に全く協力しない夫が偉そうに語り出した。何言っとんねん。多分見てるだけ。半分の真実は、偽りよりも怖い。あ、くしゃみ出そう。うわー、うわー、ポイヒタースレベン。くしゃみの癖が強いんじゃ。どこかで話しててそう。この人しかできない芸術的くしゃみだな。ユーガ、もっと冷静になれ。サッカーはチームとしての競技だ。お前はセンターフォワードとして、一人上がり目に位置し、カウンターでの得点を狙うんだ。は、はい。バーカ、バーカ、バーカ、バーカ。いや、冷静になれるか。そりゃそういう顔になるわ。まあ、普通誰だって怒るでしょ。ケンタッキーってどこにあるんだろう。ねえねえ、あの人に聞いてみようか。あそこの角を曲がって、M って書いてある看板だよ。露骨な誘導やないかい。すげえ作り笑顔でしれっと嘘つくじゃん。クッククッ、イエーイを使って短文を作りなさい。大きなのっぽろ降るとき、おじいさんのとき、サンシャイン池崎中に住んでる。フード系のテンションどうした？暗い歌の雰囲気ぶち壊し。お題、サイバーテロってかっこいい呼び名じゃなく、もっとダサい名前に変えてください。パソータアタックは？自らが発明したダイナマイトが戦争に使用され、大勢の人の命を奪ってることを知ったノーベルはこう言った。そういう使い方があったか。いや、感心すんな。せめてあなただけはその使い方を否定してください。クソみたいなサイコパス野郎だな。やにー、ああ、俺は翼くん、新しい顔だ。いや、どう考えても違うだろ。元の顔面にボールめり込んどる。アンパンマン風デスシュート。じゃあその、キス
18,000円。いや、金取んのかい。親切の税込み価格表示、消費税がついてるところがリアル。妨害や戦争による環境破壊、僕が作りたかった星とは少し違ってきちゃった。じゃあ地球も失敗なの？それはわからない。君たちの努力次第さ。一旦 CM ざます。急に出てくるやん。登場の仕方がキートン山田。しかし気になるのはあの後奴が言ったあのセリフ。体が黒くなってきた。まさか今回の犯人は私ですか？いや、そういう呪いでもあるんか。黒くなったら強制的に犯人になるシステム。森崎、お前だ。え？はい、もしもし。いいとも。すごいベストタイミング。地味に誰からの紹介か気になる。てか電話線どこから引っ張ってきてんだ。ドラえもんの初期設定、両親はのび太にとても甘く、スネ夫はかなり意地悪で、しずかちゃんはしずこで、ジャイアンはホムンクルス。ハガレンのグラトリーやないかい。主役以上に全員キャラが濃いな。効果交換から最も遠い世界観なのに。子供相談室、東京都、10歳、男の子。どうして野球が好きな人に勉強ができない人が多いのですか？常に0点に抑えたいから。いや、手馬入れてないんかい。都合のいいボケてだな。打点王も目指そうね。眠気が覚めてすっきりして、ダイエットにいい薬があるよ。あなた、つまり私は眠そうな目でぼんやりしてて太ってると言いたいのか？壮絶なマウンティング返し。なんか脳内で無惨の声で再生されるんだが。あなた、どちら様ですか？女、隣に住むの鈴木ですけど。肉じゃがを作りすぎてしまったのでしょ？あ、はい。いや、何を察したんだ。お前盗聴でもしてたんか。結構ズーズーしいな。え、じゃあ何？この人犯人？まだ序盤ですから。溢れ出る尺推理、ゲストに気を使われる準レギュラーな。この人がガチで犯人だったのが一番笑いどころなんだよな。パパの動かす車なんて危なくて乗れますか？君たちに言っておくが、運動神経のせいじゃない。会社が忙しくて教習所へ行けないからだ。練習不足のせいなのだ。だったら毎日その辺で練習すればいいのに。ドラえもんの道具があるのに車にこだわるなよ。いや、マジですんな。それを言っちまったらおしめえよ。ドラえもんいなくなったらどうすんねん。くくくくくくくうるさい。いや、シンプルなドセーロ。はい、焼き道具座決定。そうだ、ここで服を脱ごう。何年ぶりだろう。こいつの人生どうなってんだ。言い方的に前科があるのか。京都に行こうみたいなノリで言うな。1000万以上 19%、 600万以上 30%、 こだわらない 5%。異性に求める戦闘力。お前は吉田沙織か。相手サイヤ人とかじゃないといないっす。日常で組手でもすんのか。私は月へ帰ります。おじいさん、おばあさん、長生きしてください。かぐや姫はそう言って餅を渡しました。この隙満々じゃねえか。殺意高めの贈り物。どこも満席か。何その顔。クリスマス当日かな。もらえる星はいつも一つ。涙拭けよ。ボケのセンスある人いいよね。大人をなめんなよ。いや、お前が一番ガキ。最後まで見てくれてありがとう。少しでもいいなと思ったらチャンネル登録よろしく。それじゃ次の動画でな。またな。